メガネ女子、メガネ女子です。落としちゃった。もったいない。ご飯はまだなの。これからもう今作ってます。もう完成したんじゃないかな。この配信が終わったら食べます。ありました。サムネに配信開始時間の表示。ジュースみたいにして食べることある？ありますよ。普通にあります。ね、でも本当に今日英語の課題が終わって本当に良かったです。ランク10位まであと2万じゃなくて27万4573ポイントだって。あと27万ポイントです。
油がいっぱいだ。さっきまでニュースを見せたんですよ。そしたら山形県のなんか幼稚園のところが桜の木があるみたいで、そこの一つだけ、本当に一つだけ咲いてたみたいです。咲き始めてきました。今日山形県が18度とか19度だったらしいです。あったかいんだね。なのになんでこんなに部屋は寒いんでしょうか。春だね。春がやってきました。嬉しいです。散歩に行けばよかったね。確かに散歩に行けばよかったです。でも散歩に行って歩いてもすごいすぐ疲れちゃいそう。新チームはどこになったの？チーム A になりました。初めての兼任でチーム A になりました。
A の誰に会いたい、誰、うん、でもあの A の誰、そうだな、なんか小宮山はるかさんにあの会いたい、会ってみたい、あ、いや、はい、すごいなんかおしゃれじゃないですか、おしゃれで可愛いじゃないですか、すごいわーってなるんですよ。だから会いたい、会ってお話とかしてみたいです。いろんな子に会えるといいね。そうですね、いろんな方に。ユーナとコラボ配信してほしい。コラボ配信したことないんですよね。いずれかしてみたいなって思います。いいね、見たい、いずれかはやってみたいです。これイヤホン、ワイヤレスイヤホンしたらなるのかな、ちょっと試してみていいですか。お、つながった、聞こえますか。マイクが多分ここについてるのかな。聞こえる、聞こえますか。え、やった、ワイヤレスイヤホンで、ワイヤレスイヤホンしてみました。すごい。でも多分あの普通にイヤホンしないで普通にしてる時の方が多分聞こえがいいんですよ。ラルムに出たらどんな服着たいの？なんかそのラルムさんの雑誌って可愛いじゃないですか。すごい可愛いじゃないですか。だから可愛い服が着たいです。マイクこっちなのかな、こっちなのかな。でもこっちだったら多分カサカサって聞こえると思うんですよ、髪の毛で。何のイヤホン、何とはちょっと言えない、言えないっていうかわからないんですけど、すでにこういう四角のイヤホンです。ここでこうタッチして変えられるんですよ、あの音量とか
曲のスキップとか。でも何にもこっちから聞こえないです。当たり前だけど。まっちゃん、つや姫食べたよ。お、どうでした？美味しかったですか？私の家もつや姫です。山形県の。今日の服もフリフリかわいい。今日の服はフリフリです。すごい。消えるけど、まっちゃんの家は農家？農家じゃないです。農家じゃないけど、普通に山形県産のつや姫を買って食べてます。服にお金かける方ですか？なんか最近服に気づいたっていうか、服を買うっていうか、買ってたんですけど、興味がなかったんですよ。全然わかんなかったし。だけど、わかるように興味が持ち始めました。57分になったらランキング読みます。あれ、今何時？ 6 時？ 8 時だと思ってた。次は8時ですね。次は8時から。最近のお気に入りのブランドとかありますか？お気に入りのブランドは、ちょっと今探し中です。でも、ここの服屋さんの服、かわいいなって最近思い始めてきて。ちょっと、ブランドはわからない。ブランド名はわからないんですけど。30分、あっという間ね。そうですね。30分ってあっという間なんです。フリフリな感じが好きです。好きなんですか？フリフリな感じも好きですね。そうですね。フリフリなのも好きです。あ、いいか。1万減った。ランク10位まで。あと2万じゃなくて、274、カンマ564って書いてるじゃないですか。そう、カンマで間違えちゃうんです。違うか。カンマで間違えてないです。全然そんなことなかった。
27万4564ポイントだって。あと匂いがする。あのイカを焼いたような匂いがする。焼いてるのかな。すごい匂いがします。ご飯かな。ご飯です。そろそろ。そろそろご飯です。多分この配信が終わったらご飯食べに行きます。イカ好きですか？言うほど好きじゃないです。スルメイカとか好きですけど、言うほど好きじゃないかもしれない。撫で方なのですごい落ちてくるんですよ。山形名物イカ？山形名物はイカじゃないです。山形は、あの、山の幸が、取れます。海というより。山菜とかなんか好きです。たこ焼きは大好きなので結構食べます。でも鰹節もあんまりなんかをかけるじゃないですか。なんかソースと、かつお節と、青のりと、マヨネーズみたいな。私、あんまり、こう、かけたくない派なので、かつお節、端っこの方って、あの、かつお節あんまりかかってないじゃないですか。だから、あえて端っこを食べます。芋煮では、芋煮は好きですよ。芋煮は普通に何も七味とかも入れずに食べます。七味が食べられないんです。まだ食べたことないんです。たこ焼きといえば味まん。そうなんです。味まんが明日ぐらいで多分終わっちゃうので、味まんって山形県しかないかな。味まんのその期間限定で出てくる味まんがあるんですけど、それがすごく美味しいです。なんか振り子まんでした。振り子まんも食べましたこの前。メインは山形みたい。山形ですか。57分行ったよ。ありがとうございます。やっぱり山形県だけです。メイン。終わっちゃうとは。終わっちゃうっていうのは、あの、冬にしか発売されてないんです。
だから夏とか、まあ、秋は秋ぐらいに、秋冬ぐらいに出てくるんですけど、だから今年度っていうか終わりなんです。また冬とか秋になったら食べれます。13位、急に始まっちゃった。ランキング読みますね。13位ラララさん、12位ニックさん、11位まろやかさん、10位ルカディさん、9位月麦さん、8位くまこうさん、7位サッタンさん、6位ネコピさん、5位クロさん、4位わさぴさん、3位レディオスさん、2位ミークピさんかな、間違えてたらごめんなさい。1位ダブルの、ダブルの連続ダブルブレーキの林さんです。ありがとうございます。次は8時からなので、8時からと9時半から、8時からまた配信をするのでぜひしてください。ご飯食べてね。ご飯食べます。ご飯食べに行ってきます。バイバイ。